インターコンチネンタルバンコクは、タイの首都であるバンコクパトゥムワンクにある最高級ホテル。旧名称は、ロイヤルメリディアンバンコクで、2003年7月18日に、現名称に変更した。プルンチット通りに面し、バンコクスカイトレインのチットロム駅から徒歩約1分の、ところにある37階建て381室の、高層ホテル。近くに、バンコクイセタンがある。 ロビーは2フロア吹き抜けである。客室は最もベーシックなグランドデラックスルームで約45平方メートルの広さを誇り、全室ともシャワーとバスタブが独立している。クラブインターコンチネンタルフロアは、客室の広さはグランドデラックスルームと変わらないものの、部屋でのインターネット接続無料。 専用ラウンジでの軽食や飲み物が午前6時から午後11時まで無料利用などといった特典がついている。また午後3時から4時半まではアフタヌーンティーでケーキサービス。午後5時半から7時半まではハッピーアワーとなりアルコールも楽しめる。新しくリニューアルしたフロアの客室は液晶テレビ、DVD プレイヤー、iPod を楽しめる端末などといった。 IT 関連も充実している。ふかふかのベッドは寝心地は最高で、ベッドタイムは6種類ある、ピローメニューからお気に入りのものを選ぶことができる。隣にあるホリデーインバンコクとも連結しており、両方のホテルを自由に行き来し、レストランも充実しているため、ホテルライフも十分に楽しめる。1999年開業、など、ありがとうございます。